さん、こんばんは。今夜も始まりました、木曜10時からはエターナルワールド。はい、今夜も始まりました。あれ、今日ちょっとあの皆さんお気づきかもしれませんが、時空がいません。時空がいません。いませんね。あったあった。そう、時空がいないんですよ。なぜかというとね、時空は今あの彼ロンドン出身なんですけれども、あのロンドンの方に、あのロンドンの方に帰っているみたいなので、今日はね2人でお送りしたいと思います。はい。でですね、しかもあの時空がいないっていうことでね、あの映像がちょっとあれなので、今日はちょっとファクトリーのライブをあの流そうかなと思います。見てくれ。はい、じゃあ VTR スタート。スタートI'm not afraid to die.
ます。ギターコーラス、SHOTA! 皆さん、こんばんは。多くは語らない。多くは語りません。多くは語らない。知り合い中。そして、ピアノコーラス、チクなしってね。はい、そして、ボーカル、みずきです。はい、ありがとうございます。今日、本当ね、今日、札幌、30度ぐらいあったのかな？そんなにあったかな？ちょっと暑い中ね、皆さん、本当にありがとうございます。じゃあね、エタノールの曲を聴いて、どんどんね、こう、夏の気分を味わっていただきたいなと。思います。じゃあちょっと水飲んでいい？皆さん、緊急報告です。エターナルはファーストアルバムユニバーサルラバーをなんと発売することができました。今日は本日500円で、販売させて、まあ、いつも500円なんですけども発売しますので、もしよければぜひ買ってください。お願いします。じゃあ次の曲に行きましょう。いいですか？じゃあ聴いてください。 I love feeling。
Thank you.
あれ間違った。そんなんじゃない。そんなんじゃないの。どうしよう。Oh.
ありがとうございましたね。MC も挟まず長々とやりましたけれども、いかがだったでしょうかね。次の曲で最後の曲となります。その前に告知をさせてください。告知よし、ライブ告知ね。ライブ情報、ですね、今月はもうあれなんですけど、来月の7月15日土曜日に、ね、夏のお祭りじゃないですけどイベント、シティジャズ、札幌シティジャズというイベントに今年も出させていただきます。それがですね、丸い大通り館屋上が5時からと、地下歩行空間の7時あ8時ちょっと前ちょっと前からね、今年は2カ所でやりますので、ぜひね、そちらも無料ですので、ぜひ来てください。そして8月3日金曜日、コトリのラジオ&レコーズというところで、こちらも無料なんでね、無料でですね、8時からライブがございます。そして8月5日日曜日、岩見沢 MS ホールというところで3時から、こちらちょっと声援とかかってしまうんですけれども、岩見沢でもライブをいたします。詳細は、ホームページにてね、エターナルのホームページ、こちらのフライヤーがあちらにもありますので、ぜひね、ピッとこれでも撮っていただければライブ情報見れますので、ぜひこちらもチェックしてください。はい、あともう一つあるんですけれども、もう二つかな、実は私たちネットテレビというものをやっております。インターネットテレビですね、今流行り のパソコンで見るテレビなんですけれども、札幌ネットテレビさんから、エターナルニューワールドという番組をやらせていただいてます。この番組はですね、毎週木曜日の夜10時から30分ぐらいかな、3、40分ぐらい のちょっとテレビをやっておりますので、歌あり笑いあり涙あり、なんかちょっと持って言っちゃうけどね、ちょっと笑いすぎて涙ありみたいな、そういうちょっと面白おかしい番組も10時からね、毎週木曜日やっておりますので、こちらもぜひぜひ見ていただければと思います。はい、あとはもう一回 CD の宣伝しておきますか、忘れないうちに。あ、僕歩いてそうですね、ファーストアルバムユニバーサルラバーが発売しました。価格としては500円で6曲入りです。でこれを皆様一人一人の、ね、胸元に1枚ずつこうやって懐に来れば、僕たちもより大きな世界に羽ばたくことができます。皆さんぜひよかったら1枚よろしくお願いします。結構日本語が弱いってね、大丈夫かな、伝わってますか。じゃあね、宣伝も済んだところでですね、はい、長いライブでしたがありがとうございました。次の曲で最後なんで、ぜひね、最後の曲盛り上がっていきたいと思います。いいですか、いいですか、 OK じゃあ聴いてください、セロリのアイディア。
ライブいかがだったでしょうか、ね、前もあのファクトリーのライブ流したんだけども、また違うバージョンでお送りしましたが、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。よかったよ、ね、すごい楽しかったよね。あの時またなんかあそこで演奏できればなと思いますけれどもね。いやえ、何落ちてきた。これは、これは時空さん、これ時空のハットじゃないですか。まさかこれロンドンから飛んできて。そうか、やっぱりあの番組でこの番組に出たかったんだ ね、 そうだ ね、 ね。じゃあ今日はあの彼の代わりに私がじゃあかぶりましょう。はいね、まあ彼の残していった遺品をかぶりながらね、今日の放送を終わりたいと思うんですけれども、うん、ここでちょっとライブ告知をさせてください、はい。7月の29日に、フルーツケーキファクトリーで、はい、エターナルのワンマンライブが決定しました。おー、ちょうど3周年の記念でも、ね、確かにあるね、うん。まあ、何かがうまくつながって今回のフルーツケーキファクトリーワンマンライブ なおかつ1000円でケーキとドリンクもついて、うんうん、すげえお得なスーパーライブをするからぜひみんな来てくれ、うん。で、定員は60名なんだけど、話によるともうかなりギリギリになってきたから、皆さん急いで、エターナルのホームページか、フルーツケーキファクトリーに直接お電話していただいてご予約していただければ、OK ですので、はい、ぜひみんな見に来てくれ。はい、よろしくお願いします。そして、エターナルユニバーサルラバーというアルバムを出しております。これは、6曲入りで500円となっておりますので、ぜひそちらの方もチェックよろしくお願いします。今夜もありがとうございました。エターナルワールドでした。ありがとうございます。じゃあな、また来週。